はい、ゆみさん今日はどこに来てみましたか。ここはね、ラブトキー。ゆみさん今日は何しにここに来たの。ちーちゃんのお誕生日プレゼントを買いに来た。そうだね、それもりみちゃんが毎年ね買ってあげてるんだけど、まあ、しーちゃんもくれるんだけどね、いつも自分のお小遣いで買ってるんだよね。だから今年もねしーちゃんのお誕生日もうすぐなので買いに来ました。見てりみの iPhone のね、後ろにね、あ、そうそう、ちょっとねお金持ってきた。おー、5,000円、今日の予算5,000円、すごいじゃん。いいの、そんなにいっぱい、大丈夫なの、5,000円も使って。4万円切ったお小遣いすごい溜まってるね。リミはね、あんまお小遣い使わないんだけどね。だけど最近めっちゃ使ってる。最近ちょっと使い始めたね、やっぱね。じゃあいいんですか。じゃあなるべくそのね予算なるべく下回るように選んでいこっか。しほちゃんね、どうしようかなと思って。ここにね、ちょうどぴったりなんだよ。ほんとだ、入った。うん、でどこで買おうかいろいろ悩んだんだけど、普通の今までのね雑貨屋さんとか、あとプラザとかよく行くとこね。でもなんか最近こういうラブトキとかアルジーとかジェニーとかに売ってる雑貨、それもなんかちょっと可愛いのがありそうということでね、ちょっと見てみようか。あとしーちゃんカバンマニアだから、夏用のカバンとかもママはいいかなと思うんだけど、絶対喜ぶじゃん、喜ぶの間違いなしなものの方がいいかなと思ってね。それ全部ピンク全部ピンクがいいよね。そうそうそう、だから洋服もいいかなと思うんだけど、洋服はやっぱちょっとね好き嫌いがあって、しおちゃんちょっとでも嫌だと思うと全く着ない子なんで、好きなものしか絶対着ないんで危険だから。そうね、だから洋服はなるべくちょっと避けて雑貨系の方がいいかな。とりあえずちょっと見てみよっか、うん、じゃあレッツゴーゴーゴー。選ぶ、うん、じゃあちょっとさ一周してみる一応、ここが文房具とかちょっとお弁当箱とかあって、でここにカバンとか、あ、カバン後ろにいっぱいあるんだ。でこっちがここにちょっと文房具系があって、あ、イヤリングも好きかね、最近毎回してるもんね。でバッグ下にもいっぱいあるけど、でもやっぱりちっちゃいバッグの方が喜びそう。見て、あー、かわいい、今の時期これ絶対喜ぶね。どう？喜びそう？ねえママ、これも可愛い気がする。そうだね、それも好きそう。ちょっといつもより大きめだね。意味がするとちょっと変だけど。あ、こうじゃないのか。こうして。そう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 。もっと短くしてやらないとダメだね。うん、それも可愛いね。じゃあ候補にしとこうね。髪の毛ちょっと緩んだ。緩んだ。みっちゃん。ん？これもいいんじゃない？あ、これも可愛いね。ピンクだし。どっち？どっちか、どれが迷うね。迷うね。これちょっと取り出してみて。どんな感じ？あ、ここビニールなんだ。ビニール。うん。見て、スケスケが。スケスケだね。うん。あ、いいじゃん、スケスケで。スケスケなのは入れない方がいい。そうなの？入れる、見えるおしゃれなんじゃない？そうなの？見えるとおしゃれ。じゃあそれも候補だね。泥棒が中身見てヒヒヒって思って奪って、ふたたたたってするんじゃないの？そうだね。見て、これ990円だって。安くない？見て、後ろ、うん、後ろポケットみたいなのもついてるし、これもいいね。これも可愛い。こんな感じなんだよ。ほら、つける。可愛くない？ピンクバージョン。うん。迷うね。あ、塗り目ね。うん。あー、これも可愛いね。
ダンスとかにね、あと遠足とかね、迷うね、リニーいっぱいあるね、かわいい。いや、入りません、それはダメです。はい、中行くよ。あとはこの辺ピンクなんだよね。これとかにね、それ何、これこれ何、なんかポーチ、ポーチか、ポーチ使わないかな。うん、可愛いけどね。可愛いだけで攻めてる。ピンクならでも何でも喜びそうだけど、ここにあるもん。お弁当箱もいいかも。今度お弁当あるんだよね。しーちゃんお弁当箱持って、あまりいいの持ってないから。いちごとかしか。幼稚園から使ってるやつ。うん、リングじゃないの。イヤリングだよ。あ、それピアス？ピアスじゃないの。あ、そっか、ピアスじゃない。しーちゃん穴開いてないからイヤリングじゃん。イヤリング買ってあげる？イヤリングもね、絶対最近してるから喜ぶ。どれがいいかな？ピンクでしょ。はい、じゃあリミちゃん買ってきました。あ、ね、あ、え、袋入ってないの。うん、だから包装はなんかね、透明な袋に入れてくれるって言ってた。が開けたらすぐ何かパッとわかる、その方がね、いいよね。じゃあしーちゃん喜ぶかな。ドキドキがなくなるけど。ああ、一個ずつこうやって、でもさ、一気にパッと開けてわーってなった方がよくない。しーちゃんがどんな表情をするか楽しみだね。じゃあ帰ろう。あー、危ない危ない危ない。グミ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 ペア、損じたおやつだ。